ローマ人によるウェスタの諸女像、ウェスタの諸女、ベステリス、英語、ベストルバージンあるいは、ウェスタの乙女、ウェスタの巫女は、古代ローマで信仰されたヒドコを司る女神ウェスタに、使いた巫女たちのこと。ウェスタの聖職遮断及びその安寧は、ローマの永続と安定の根本であるとみなされ、ウェスタは、彼女たちの守る決して絶やしてはならない聖なる、炎として具現化された。 ウェスタの処女たちは結婚や子育てといった一般的な社会的義務から解放されていた。それは彼女たちが国境に従うずることを学び、また正すことに奉仕するため純潔を誓っていたからである。それは男性の聖職者たちにはできないことだった。詳細はウェスタを参照ウェスタは火星を司りまた結婚を庇護する女神であったが、自身は結婚。 出産することのない、諸女神であった。神話そのものはほとんど残されておらず、偶像崇拝のなされなかった、稀有な神であった。彼女は非そのものとして崇められたのだ。藤沢勝良清は、ウェスタの諸女性は今日考えられているような男性が、不健性のもとで作り上げたものではなく、それ以前の遥か昔における、母健性の産物であった可能性を指摘している。彼女によれば、 ウエスタをはじめとした諸女神は出産による死と再生の神話ではなく異界への接続をこそ司る。パラティーノにあるウエスタの神殿リウィウス、プルタルコス、ゲリウスは国家が定める聖職としてのウエスタの諸女の創設を沼ポンペリウス王に返している。伝説によれば王は紀元前750年から紀元前673年頃まで生きたと考えられている。 リウィウスによれば、沼は、ウェスタの諸女という職責を導入し、国庫から給与を支払った。ウェスタの死祭はその起源を、アルバロンガに持つ、ともリウィウスは語っている。二世紀の考古家である、ゲリウスは、初めてのウェスタの諸女たちは沼によって親元から、引き離され、その支柱に置かれたのだと書いている。プルタルコスは、沼王のため、ウェスタの神殿を建てることに貢献した。 最初のウェスタの諸女は4人いるとされる。セルウィウスとリウスがそれを6名に増やした。アンブロジウスが古代末期に7人目を置いたとも取れる言葉を残している。沼は最高人技官にウェスタの諸女を監督するよう命じてもいる。最初の巫女たちの名はウアロによれば、ゲガニア、ビニーニア、クニュリア、トルピアであった。神話では、 スプーリウス・タルペイアスの娘であるタルペイアは配信者として描かれている。ウェスタの諸女たちはローマで牽制を振るい影響力を持つようになる。スッラが若きユリウス・カエサルをローマから追いやった時代には彼女たちがカエサルのために仲裁に入り、スッラの許しを得たのだ。アウグストスは彼女たちをあらゆる主要な法の式及び典礼に関わらせた。首都長官。 クイントス・アウレリウス・シュンマクスは、キリスト教の勃興期に、ローマの伝統的な信仰を守る道を探っていた人物であるが、こんなことを書いている。ウェスタの聖職者団は394年に解散され、聖なる炎が灯ることはなくなった。キリスト教徒であるテオドシウス一世の命であった。ゾシモスの記録するところでは、テオドシウス一世の命であったセルナという貴婦人が、 神殿へ足を踏み入れ、女神の彫刻から首飾りを外し、自らの首にかけたのだという。最後のエスタの処女であった老女が、その不信心を非難して訴え出ている。その頃セレナは、彼女の不意の死を予言する恐ろしい夢にうなされていた、とゾシモスは言う。セレナは409年に、テオドシウス一世の子ホノリウスによって処刑された。アウグスティヌスが、神の国を表したのは、 ローマが攻め落とされて帝国が崩壊したのは、千年以上も都市を守ってきた旧神が強陵であり、それに代わってキリスト教の時代が到来したことにあるという噂に着想を得たものであり、またその返答とするためであった。ウェスタの神殿がポンペイで発見されたことで、ウェスタの諸女たちの伝説は18世紀から19世紀にかけて広く知られるようになった。 ガスパー・レスポンティーニは1807年に、ウェスタの諸女を題材とした歌劇、ウェスタの巫女を作曲している。最高人技官の聖職者団にあった、ウェスタの長が、ウェスタの諸女たちを監督していた。ウェスタ新館長沖谷は、57年間にわたって、ウェスタを統括してきたと、タキトゥスは記録している。最後に名を残した、ウェスタの長は、380年のコエリア。 コンコルディアであった。ウェスタ新館長は、ローマの女司祭たちの中でも最高位にある、重要な役職であり、唯一その執務が、軍部から独立していた。ウェスタの諸女の繁がウェスタの諸女たちは、思春期にも至らないごく若いうちから聖職につき、30歳まで、禁欲を守ることを誓わされる。この30年という年月は学び主の10年、勤めでの10年、 教えての十年の三つの時期に分けられる。その後に、もし結婚を望むのならば、そうすることができた。しかし、非常に協力的な環境にあった彼女たちの中には、わずかだが、その尊敬を受けていた役目を放棄する者もいた。その場合は、ローマ法で女性に課せられていたあらゆる制限を受け、拡張性のもとに身を置く必要があった。一方で、かつて、 ウェスタの諸女であった女性と結婚することは大変な名誉とされていた。最高人議官は、くじによって6歳から10歳までの若い候補者20人から、未公6人に選ぶ。候補となるには、ローマの自由市民の娘であり、また心身ともに健康なことが求められ、加えて、二親が存命していなければならなかった。亡くなった、ウェスタの未公との交代で、候補者となる娘は、 最も低粛なるものとして、ウェスタの蝶の前にどころに入れられる。タキトスによれば、紀元前19年に、ガイウス・フォンテウス・アグリッパとドミティウス・ポッリオがそれぞれ、その娘を空位となった巫女に推薦したという。当時、アグリッパが離婚した直後であったというだけの理由で、ポッリオの娘が選ばれた。最高人議官は落選した候補者に、銀貨100万枚の持参金を与えていブした。 ひとたび選抜されたなら、子女は家を出なければならない。そして最高人技官に導きを受け、また頭髪が刈り取られる。ある構想はその時にこう言った。アマータ、貴女をウェスタの司祭として認めます。ローマの人々のために、ウェスタの司祭にとっての起手となる聖なる務めを果たしなさい。こうして彼女たちは女神の庇護のもとに置かれた。時代が下り、 ウェスタの巫女を取ることが次第に困難になるにつれ、平民やさらには、解放奴隷の娘でも認められるようになった。彼女たちの務めは、ひどこと家庭を司る女神ウェスタに捧げられた聖なる、炎を絶やさないことである。彼女たちはまた、聖なる泉から水を汲み、天霊に用いる主食を用意し、寺院の聖書に置かれた聖具を管理する。ウェスタの聖火を絶やさぬことで、 そこから火星に用いる炎を灯す彼女たちは、ローマ人の宗教観にあって、彼らの代理母となった。この聖なる日は、帝国においては、提出の炎ともみなされた。ウェスタの諸女たちは、様々な人々の制約や意志を守り続けるという、職務も持っている。そこには、カエサルやマルクス・アントニウスといった人物も含まれていた。また彼女たちは、パラディウムも含めた、 いくつかの聖具の保護や、広く神への供物とされていた、モラサルサという麦と塩を混ぜた特別な粉を作っても、いた。彼女たちに認められた地位は大変なものだった。ウェスタの諸女の純教ランプを手にする女神、ウェスタ女神が町を守っていないと主張し、聖なる炎を絶やそうとすることは極めて重い罪であり、無打ちによって罰せられた。ウェスタの諸女たちの純潔は、 ローマ国家の安定と直接関わっていると考えられていたのである。聖職遮団へと入るということは彼女たちの父の権威を離れ国家の娘となることであった。したがって市民とのあらゆる性的関係も近親相関であり配信となる。禁欲の誓いを破った者はカンプスセレータスにわずかな水と食料のみを与えられて生き埋めにされた。 古代の信仰によれば、誓いを破った巫女は、市内に埋める必要があった。なぜなら、それこそが、巫女の血を流すという禁忌を犯さずにその命を奪う、唯一の方法だったからである。しかし、こうした刑の執行は、ローマ法によるものではなかった。ローマ法には市民を地中に生き埋めにして良いなどとは、書かれていないからである。この矛盾を解決するために、 ローマ人は金を破った巫女になばかりの食料と、その他細々したものを持たせた上で、地下に押し込めた。すなわち、市内で人の手によって命を奪われたのではなく、あくまで罰を受けるために別の部屋に移ったという体にしたのである。これにより、彼女は自発的に死んだということになる。不定を理由にした刑罰は滅多にないことではあった。ウェスタの諸女、トゥッキアは、 会員を咎められたが、その定説を証明するために、ザルに乗せられ川を流された。ウェスタの諸女性はそのまま聖なる炎の盛りと結びついていると考えられていたからである。もしも火が消えるようなことがあれば、それは、ウェスタの諸女が間違いを犯したか、単に役目を放棄しているかのどちらかだとされた。最終的な判断は、ウェスタ新官長か最高人議官の責任でなされ、 司法機関にはよらなかった。ウェスタの諸女の秩序は千年以上にわたって保たれ、その間に不定を咎められ、有罪となった記録は十しかない。その審判はどれもローマが政治的に不安定な時期になされたものだ。それはウェスタの諸女たちが危機の時代にはスケープゴートにされたということを示唆している。アルバロンガにおける最初期のウェスタの諸女は、 成功を理由に鞭打ちを受け絶命したと言われる。タルクイネウスプリスクス、在位、紀元前616年紀元前579年は、巫女の一き目めという刑罰を定めた人物であるが、彼は女子祭ピーナーリアにその罰を与えている。しかし時に幽閉に先立って、鞭打ちを行うこともあり、紀元前471年にウルバーニアが受けている。不の権を初めて受けたのは、 ミヌーキアであった。彼女が発したないほど美装を好んだことが、奴隷からも証言され、有罪となり、生き埋めにされた。ポストミアも同じ権利を受けた。彼女は、リブィウスによれば無罪なのだが、その乱れな西洋と慎みにかけた振る舞いが、不定だとして、審判にかけられた。ポストミアは、そのおふざけ、あざけり、浮かれた気まぐれをやめるようにという、厳しい警告を受けている。 アイミリア、リキニア、マルティアは、違法人の騎手の従者から訴えられ、処刑されている。上夫として、有罪となった巫女は、広場や集会所で死ぬまで無知で撃たれた。無罪方面となった巫女は、わずかだったが、審判を経て、容疑を晴らした者もいた。詳細は、巫女たちの家を参照クリスチャン・ヒュールソンによって、再建された、ウェスタの家ローマには、 ウエスタの諸女たちが暮らす住宅があった。パラティーノの丘のふもと、神殿の真裏にあった、ウエスタのアトリウムは3階建てだった。ありがとうございます。